まあ、僕だけで到達できるところとモデルさんがいるからこそ到達できるところが足し算じゃなくて掛け算になるような化学反応っていうのをいつも考えていて、目線があるとカメラマンと彼女の関係になってしまう。僕はどっちかというと盗撮してたいというか、何か映画のワンシーンのような感じでやりたいので、目線をっていうところはそこまで多くないですね。なんかその人のナチュラルありのままを映そうとか全く思ってなくって、僕が見たいものをエゴイスティックに思って考えてるだけなので、だから矛盾があればあるほど面白いし、違和感があればあるほど面白いけど作為的になりすぎない、その温度感は自分だけのものとしてある気がしますね。デスクトップで使っているのと全く遜色ない動きっていうところにまず驚きましたね。特にそのフォトショップで何かフィルターを使った時とかに、処理時間みたいなところは待たなきゃいけないようなポイントでも、あ、こんなにノートで軽快に動くんだっていうところはすごい新鮮でしたね。メモリの部分であったりとか、まあ、ハードディスクの容量であったりとか、バリエーションを提示してくれているっていうところが、まあ、選びやすさと、まあ、親切さっていうところにつながってるんだろうなっていう印象は受けましたね。まあ、例えばダイブさんとかで言うと、もう普通にポーンと買って、じゃあグラフィックボードだけ新しく出たらそれを付け替えるとか、メモリ増やすとか、そんな難しいことじゃないんで、ハードディスク変えるとかも、そういう拡張性の高いやり方をしていくっていうのも全然ありですよね。可能性は無限大ですよね。それが Windows のいいところというか、僕はまあ Lightroom っていうソフトで割と効率的にバッチ処理という形でレタッチとかもパラメータをですね、こう一個設定したら他の写真にも反映することができたりとか、撮影をして同じシチュエーションの写真にそのプリセットであったり現像の設定を当てはめて、で、横展開していくっていうようなことをまずやりますね。でモノクロにするほど質感っていうのは分かりやすくなるので、まあ、肌をレタッチする時とかこうモノクロで気になるポイントをレタッチする、色だけの情報を抜き取って、ここの部分が黄色すぎるなとか、おでこのところはオレンジだけど首周りはちょっとパープルになってるところを、じゃあ例えば色をもうちょっと変えた方がいいよねとかっていうふうにできます。国内って、まあ、写真雑誌とかたくさんありますけど、枝葉のところしか置いてなくて、なぜその発想に至ったかっていうことが僕が知る限り書かれていなかった。であれば僕一人でやるんじゃなくて、書きたい人がみんな書けるプラットフォーム、メディアがあったらいいんじゃないかなっていうのがそのヒーコの始まりなんですね。意識しているのは What じゃなくて、なぜそれをやるのかとか、どう考えているのかとか、どういうスタンスで発信しているのか、なぜその選択肢を取ったのかっていうところを比較的大事にして、あくまでそのクリエイターの人たちが自分のクリエイティブを世の中に認めてもらって、こんなに世の中に役立てるんだってハッピーになってもらうっていうところがヒーコの一番 やりたいビジョンなので、ビジネスとそのクリエイティブの間、ブリッジになるような働きっていうのをこれからもしていきたいなと思ってますね。